こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響きです。今回のお題はね、絞り出しましたよ、はい、顔面です。はい、ネタ切れ間近、 T シャツは山ほどあるのにアイデアがもうございません。ということで本日は特にアーティストですとか有名な人物にフューチャーした T シャツを一曲ご紹介ということで、はい、大体の方はもう亡くなってます。そうですね、90年代なのに、うん、まあ太く短く短命ですね。もろもろご紹介させていただきます。ちょっと僕も知識があるところとないところがありますので、かなり T シャツ一枚一枚で熱量違うかもしれませんけども、全てかなりかっこいい T シャツとなってますので、はい、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行っちゃって行きましょう。まあ、1枚目は皆さんもご存知だと思います。マンソンタルテックスの XL、 セックスイズデッド、はい、整形失敗者みたいな顔ですね。失敗してもこんではならないでしょう。でこの T シャツは元から人気あるんですけども、ちょっとね正確には名前存じ上げないんですけどね、黒人のすごいかっこいい方が着られてるんですよね。よくインスタでこの T シャツがディーラーさん販売するときに着てる画像を上げてはるんで、すごい有名な方なんでしょうね。ラッパーさん、そう、ごつい、リルウージーかな、リルウージーだったり、なんかその人かも、はい、リルウージーやったと思う。それ見ていただくとさらにかっこいいなと思っていただけると思います。はい、マリリン・マンソン T シャツの中でも特に人気が高く、ここ最近本当に見ません、見なくなりましたねこれ。グレートランド大阪でもほぼ入ってこないですねこれ。マンソンの中だとちょっと抜けてるんですよね。でお買い取りをお持ち込みいただいた場合も比較的お客様の期待値が高い T シャツです。それぐらいグレートランドに限らず日本全国の古着屋さんでもかなり突っ張ったお値段をつけてる T シャツですね。特にバックプリントのセックスイズデッドがいいですね。しかも D に関しては最後反転してるんでね。買ったろうと思いましたが買ったろうと長くなりそうなのでやめておきましょう。もうデザインだけで申し訳ないです。1つ目の顔はマリリン・マンソンでした。はい、2つ目の顔、これもね3つ目の隠しにいっちゃってください。グレートランドの顔ですね。スヌープ・ドッグ、90年代のポリグラムボディのオリジナルと2005年のデスロー実名復刻といいますかオフィシャル復刻の T シャツです。語ることはもうないです。共に YouTube で多く語っております。ただ僕はこちらを可能であれば同時に2枚紹介したかったので貯めてました。やっぱり皆さん欲しいのはポリグラムタグだと思います。バックプリントね、ポリグラムタグの方、90年代の方はバックプリントがあるので、まあ、豪華ですね。ですが、まあ、お値段の価格差を考えた時に決して妥協ではないと、うん、前回結構前に YouTube も言ってると思いますけど、なんか本当高音つけがたいんですよ。逆にフロントのプリントは2005のデスローの方が豪華し、まあそうですね。ということでご紹介させていただきます。スヌープ言ってますね。オレオリボンも出したし、はい、G スターのモデルもいるし、何歳あの人も結構な年です。結構おじいちゃんですよね。このスーパーボールでもね踊られてましたけど、本当にヒップホップそこまで詳しくないんだ。スヌープってやっぱり、ね、当時90年代あの殺伐としたウエストイーストの人格者ってらしいですよ。そんな恨まれない、さ恨まれるのは恨まれるんやろうけど、そんなこうオラオラしないというか、結構周りに好かれてる人みたいです。立ち回りがうまいんかなと思ってましたけど、いい人じゃないとあんなお料理本出さないですよ。ちなみに僕の友人がお料理本買いました。めっちゃおもろいやん、買うわって言って結構ね自炊ばっかり頑張る料理男子の彼が買いました、買ったんですけど、はい、日本で用意できる食材がほぼないと。すごいですね。笛さんも食いついてましたけどね。家でパスタしか茹でへんくせに。ということでスヌープ90年代と2000年代なかなか揃うことないと思いますので、はい、見比べていただいた上で、うん、フィーリングでご検討いただければな。特に2000年代の方、はい、結構全体的に色あせフェード焼けてて元気いいなと思います。かっこいい、ガンガンいっちゃってください。はい、スヌープでした。はい、スヌープでした。次3人目の顔お願いします。3人目の顔オージェシンプソンですか。僕は大好きなんですよ、オージェシンプソン、好きなんですよ。後ろ向いてください。プレイフォーオージェのために祈りましょうと。すっごいこの人ね貧しい中育ったんですよ、うん、アメフトめっちゃ頑張って才能もめっちゃあってめちゃめちゃ成功したんですね、うんうん、引退後かな、はい、めちゃめちゃ失敗したんですね。自分のトロフィーも売って、でそのトロフィーを売った相手の家にトロフィーを取り戻しに空き巣入ってたっけ。空き巣というか強盗というか強盗空き巣じゃないな強盗おい出せやの方やな、こっそりじゃなくて、ね、かつ奥様も殺しちゃったみたいですねと、まあ言われてるは言われてますね。で最後カーチェイスと、
坂上忍もびっくりな勝ちですでということで、オージェシンプソンの T シャツってすごい人気あるんですよ。ただまあ日本ではねあまり認知の知名度がないのかな。ないと思いますね、うん、この白ボディの初めて見ました。大体ブラックボディに白プリントかブラックボディにオレンジプリントなんですけど、オージェシンプソンの T シャツこれねかっこよくないと思います。正直概要欄に初の試みです。概要欄にオージェシンプソンのウィキペディア貼っとくんで見ていただいた上でこういうなんかあるじゃん、栄光と没落って分かりやすいくらいのあれですけどね。そこに何かを感じていただける方、ある種人間臭い。これがねチャールズ・マンソンやったらねちょっと怖い。好きですけどねチャールズ・マンソンって今持ってますけど、オージェ・シンプソンっていうこれ絶妙に情けない感じが好きなの。ちょっとクスッとしますからね話を聞いてたら、もっとちゃんとしてればね。だからやっぱりね大成しはったけどね、一気にお金もらっちゃうと人間おかしくなっちゃうんですね。今はあれなんでしょ、アメリカってスポーツ選手も一気にお金投げないとかっていうのもあるでしょ、引退後にも分割では渡していくみたいな、そうしましたよ。そういう積み立てみたいな、おかしくなるよねということで、後ろ特にこうですね、はい、OJ でフロントに We love OJ We still love ya、 まだお前のこと好きだぜ、愛してるぜ、 OJ シンプソンのために祈るぜって、はい、じゃあ引退してからもっと応援したらよって思う、ね、そんなもやらかしてからっていうのアメリカっぽい感じでいいんでじゃないでしょうか、うん、特にこの白地に黒プリントレアです。サイズ感もボックスシルエットいいですね。シングルシングルか、あいいですね、完璧、はい、お願いします。4人目、うん、手ぶら手ぶらです。ジャネット・ジャクソン、これはもういつもすぐ売れてるんで語ることもいいでしょう。ホワイトとこちらのベージュっていうかグレーみたいなと2色ありますけど、共にコーツ付けがたく人気があり、特に白とこっちどっちが人気とかないですね。唯一じゃないですか、今までご紹介した中でしっかり健康にも向いてる。まあ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 健康に、まあマンソンが健康、まあどうかわかんないけど、ジャネット・ジャクソンはね変わらずって感じで、はい、サイズ表記 L なんですけど、このジャネットのデザインの XL はめちゃでかいですので長いです。そしてサイズ感で着れないわっていうので見送られる方が多くて、 M とかもね前販売したんですけど結構すぐなくなってて、だやっぱ L っていうと結構皆さんの着やすいサイズ感だと思うので、そういう部分でもおすすめしたいかなって。あとボディがちょっと珍しいですね。だいたいねナイスマンタグなんですけどね、クリスタルミューズタグなんで、このあたりもサイド割りじゃない分いいかなと思います、うん、お願いします。これももう来年にはねこんなねさらっと紹介してるTシャツじゃなくなってるでしょう、うん、やっと入ってきましたねーって言ってTシャツだと思う、まあ、ややそうなりかけてますけどね、もう、うん、このラインは響きが一時期世界中から探させられましたね。ジャネットもこれね寝ずに探して2枚しか見つけなかったですね。ないんすよ。しかも1件は断られましたね。ノットフォーセール言われましたね。お願いいたします。はい、ジャネットです。ジャネット5人目か、これはもう言うことないでしょ。グレートランドでも何回も販売してるんですよね、ニューヨークシティ。これやったかな、 G ドラゴンとかジョン・レノンのこのパターンで G ドラゴンを着てるやつ。ジョン・レノン知ってる方なら絶対知ってるこの写真がね、うん、ニューヨーク袖まくって、この写真見るたびに思うんですけど、ジョン・レノンって意外とごついなって感じで、うまやん、結構、うん、マッチョやん。で、バックポリあるパターンないパターンありましたけど、こちらあるパターンですね。ワンだけホワイトが入ってる感じはかっこいいですね、うん、ジョン・レノンはすいませんそんな語れないです。あの小野陽子をディスるぐらいしかできないの。ほうほう、やめといた方がいいですね、それは。レコーディングスタジオに小野陽子連れてきててめちゃ嫌がってたの。なんで陽子連れてくるのお前みたいなまあまあ嫌がられてる、まあ、うん、あんまよく思われてなかった。まだ今小野陽子さんまだご存命ですからね、うん、まあ変わり者と変わり者って感じ。最後チャップマンでした、マークチャップマンでした、ジョン・レノンの暗殺してっていう感じで、カート・コバーンやこのご紹介するノトリアス・ビッグレとは長生きしてますけど、うん、まあ、ワールドピースワールドピースって言ってて熱狂的にファンに射殺されちゃった。ちょっとわかんないですね。このジョン・レノン T シャツ最近本当見なくなってきました。まあ本当に誰でも似合う、誰でも着れる、誰でもわかるっていう、誰でもわかるっていうのが大きいでかい。どこでも着ていける。セックスイズデッドって書いた T シャツ着て娘さんをくださいとは言われへん、頭下げられへんな。まあそうです確かに。カラーリングはほぼ近いのにね、バックプリントちょっと人によって変わってくるんやって思うんですけどね色味はほぼ一緒っすけど、もう前は全然違いますからね。この僕はジョン・レノン派かな、まあ、マンソンかっこいいけどね。お願いします。ナインティーズ T シャツにハマり始めた人がまだこれだこれだって追っかけてないジョン・レノンぐらいを今言った方が僕はいいと思うよね、はい、お値段もさ高くないし、ボディもちゃんとしてるんや。顔面で言えば、ね、顔面で言えばもうこの社長 T シャツですよ社長って今、まあ、嘘ではない、はい、これはあえて言うとちょっとお安く仕入れできたんでお安く出そうって案件です。なんで
改めて紹介させていただきました、はい、ファッカーの方ですね、ザックプリントも、はい、2本もいいです。絶対的に色落ちてて色残り 75% って感じですかね、うん、とにかくこれはちょっとお値段安く出せるのであえて今回ご紹介。デザインについては語りません。何回も紹介してます、このロブゾンビの紹介を見たことないわ聞いたことないわ今紹介してくれっていう視聴者の方がいらっしゃったら、その方は潜りなので第1回から全部見てください。お願いします。そんくらい言ってますからね、これは本当に。でなんかここ最近はロボゾンビ残らないですね、値段とかにあんま関わらない、下げてるとか安くとかないんですけど。ナイスブートですね、カート小判、はい、袖プリありの方ですね、はい、入ってます。しかもロンキーも欲しい、はい、絶対にオフィシャルではないこのカラーリングって両面、94年になくなってますね。これはそうやな、別に年中着ていいと思いますね。夏場に袖まくってきても袖プリがっつり入ってるからかっこいいし、これも結構お安く仕入れれたんでお安く出せます。ロブと同じ海外のディーラーから買いましたけど、ちょっと安く買えたんで、なので今回あえてカート小判入れようか迷いましたけども、この顔見飽きたでしょ皆さん。まあね、追悼 T シャツとかだったらよう使われてるんでね、グリーンが僕はいいと思うんですね、まあ、いやいや、ニルバーナフォントを無視した文字とね、全然関係ないもん、全然関係ないもんこれパソコンで1個目に出たやつだな、これ多分。ありえますね、それにちょっと陰つけて、そうそうそう、ええ感じにやっけ、それっぽくいっとこう。ニルバーナフォントダウンロードするめんどくさい、90年代ないかそんな機能。どうなんやろ、ものとしては非常にいいブートです。比較的高いとされてますが、ぶっ飛んで高いわけではなくて、現実的なお値段の範囲で買えるニルバーナのそこそこ名の通ったブートレグロンっていうの中では一番出来がいいんじゃないでしょうか。サイズ感もいいです、ちっちゃいの多い中、うん、よろしくお願いします、はい、もう次最後ですけど ね、 最後ですね。以前 YouTube のエンディングで買い取り王国持ってった7000円って言われて、うちが5万円でお買い取りしたらビギーですね。そうです、こちらが、はい、まあ、ビギーってそこまで動きがいいわけじゃないので、うんうん、僕らも突っ張ったね販売価格の6割7割出しますってのは言えないんですけども、ただこの T シャツ僕めっちゃ欲しいんですよ。来た時からそれを言ってましたね。そう、過去の例えば海外相場とか Google でね、偽物めっちゃ出てるんで、これ、うん、偽物のもしかしたら相場見て、はいはい王国さん、うん、はいほれ王国さんは、うん、ピーつけるめんどくさいね、はいほれ王国さんって思うんですけど、一番最初に言ったと思うんですけどね多分偽物とかの相場見てつけられちゃったのかなって思います、うん、かもしれないですね。高いディーラーだとも1000ドルアップ出してるんでこれ、うん、僕はビギーの T シャツでは正直一番好きですね。これビギーのデザインの中では一番まとまってんじゃないかなと。だってさ、はっきり言ってビギーってさかっこよくないやん。怖い怖い、なんか20代でいやだから怖ない5個ぐらいしたやで。これそうなんですよ、何歳でしたっけ。でも20代前半っすよね。20代前半ぐらいです。見えないでしょっていう部分でなんか怖いというか、すっごいまとまってバンド T シャツっぽいデザインなんですね。確かにね、これがいいよね、欲しいな、洒落てるなこれ。だって普通さ、負けて、ノトリアス B.I.G. ってセンターに入れるやん、ちょっとずらしてんねんこれ。そうなんすよね。な何これ、指からこう、これ何これ、あれじゃないですか、あれ、あの加京院のりやき、いや加京院、えジョジョ、うん、エメラルドスプラッシュかや、あようようそこまで出てきますね、うん、グワッとこう、はいはい、やって出るやつだ、はい、指でしたっけあれ、うん、あれに近い感じじゃないですか、だからあれや、ドッグファーザーじゃなくてドッグファーザーか、んゴッドファーザーか、もうこんなんなんかあるじゃないですか、指だ操る、あやつしっかり言うてんの、そうゴッドファーザーのドッグファーザーって動画で俺の目を見つめながらにやめてくれんな、はい、これマジでかっこいいです。できればスリムなパンツに入ってください、スリムなブラックパンツに合わせていただけたらめっちゃかっこいいと思います。それでビギーの T シャツ着てる、そしてこのデザインなんてこれ分かるかね、ヘビジンゴスープよ。僕去年の冬それ言われた、シュッと着てほしいな、これ、うん、ちょっと大きめしね、はい、これは欲しいな、でもなほんまに欲しい。大体僕ね欲しいの最後に持ってくる傾向がありますね最近。あーそっか、最後の方に持ってくると平均視聴時間出た時に最後まで見てる人少ないから、できれば残れよと、車半切らしてくれよという形でございます。ということで最後はビギーで締めくくりました、はいはい、売れ線です ね、 そうですね、我々テーマを考えるときにすぐに売れ線という言葉に逃げてしまうっていうのがありましたけど、今回は顔で行かせていただきました、はい、響きはどれが一番好きですか。でもあマドンナ、ジャネット・ジャクソン来てたもんね。ジャネットスヌープドッグとかですかね。ジャネットスヌープドッグ普通って言われるかもしれないですけど、多分見てる方の大半もそこは欲しいとこじゃないですか。俺 OJC です。あ、と相性いいでしょ、はい、以上です。はい、本日6時から店頭にてお買い上げ可能、ご試着も可能でございます。夜9時からオンラインスタンでご購入が可能、すべて概要欄記載に URL から細かな画像ですとか実寸サイズその他もろもろご確認いただいています。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイオリ社長とグレードランド響きでした。バイバイ。